というわけで父さん妊娠させてしまったんだ。妹か、タナコか。俺は責任取りたいからさ、だから感動してほしいんだ父さんと。結婚してちゃんと責任を取りたいんだ。父さんだって気持ちわかるでしょ。確かに、タナコは可愛い。だがな、仮にも血が繋がった兄弟だぞ。妹だぞ。それは止められなかった、気持ちが。同じ部屋にしたのがまずかったな。まさか大学生になってまでずっと同じ部屋だと思わなかった。中学生ぐらいまでは耐えられたんだ。でも高校生ぐらいからちょっとちょっかいを出し始めて。高校生から？パンツとかちょっとやっぱ来るから。でやっぱ寝てる寝顔が可愛いなと思ってちょっと体に触ってみたくなっちゃったりして。で寝てる時タカこうブラとかつけないからさ、こう乳首が浮いたりしてるんだ。何？で正義の時なんかちょっとこう昔のパンツとか履いてそれが可愛くて。ででも高校の時はまだ耐えられたんだ、自制心があったから。でも大学で自由なのをいろいろ経験していくうちに、入れたらどうなるんだ。でね、タカ子ももしかしたら気づいてたかもしれないんだけど、うん、大学生になってから、僕が大学生になってから、うん、足をよく広げて寝るんだ。パンツもつけずに。なんてこった。求められてるかなって、勘違いかもしれないけど思ってしまって。いや、思うだろう。思うよね。でもやってしまったことにはちゃんと責任取りたいからさ、うん、結婚までちゃんとしたいんだ。だから父さん、親子の縁を切ってくれ。親子を縁したら孝子と一緒にこの家を出ていく。出て行って。じゃあダメだ。親子の縁は切らない。なんでだ。お前が出て行って孝子も一緒に出ていくだと。もう父さんと母さんに顔向けできないもん。そんなこと許されるわけないだろうな。お前は家族なんだぞ。父さん、何かよこしまなこと考えてない？考えてない。お前とタカが出ていくことが問題なんだ。じゃあ分かった、俺だけ出ていく。おお、出ていけ。ちょら、俺はもう正直顔向けできないの。父さんと母さんに出て行ってちゃんと出稼ぎで金を稼いで、ある程度収入を得てから高子を連れていく。それまでは高子は家にいてもらう。おう、そうしよう。お前だけ出ていけ。お前だけ出ていく。そうだ、外で社会勉強してこい。今までありがとう、思い出を。納得いかないよ今。どうした、どうした。父さんには母さんがいるじゃん。母さんがいるだろ。お前は妹をはらました、家族にとっては恥さらしだ。そうだな、出て行きたまえ。でも父さん知ってるんだぞ、タカ子言ってたよ。父さんともしたことがある。僕がしかもなんでタカ子に性的衝動を覚えて止められなかったかわかる。なぜだ。僕は一番本当は母さんとやりたかった。はい。けどまさか一回、まさかお前母さんともやってないんだよ。あ、よかった。母さんに持ちかけた時に父さんを愛しているからって俺は振られたんだ。さすがだ、さすがやすこだ。母さんは父さんを愛している。よっしゃ。でもその時ね、部屋に帰って泣いていたら孝子は俺を慰めてくれたんだ。うわ、その結果心はコロッと高子に行ってしまった。ああ、高子はな、安子も若い頃にそっくりなんだ。知ってるよ、母さんも若い頃こんなんだっただろうなって思って、今の母さんと面影を重ねながらやってしまったんだ。そんな横島な気持ちでしたのか。そんな高子そのものを見てやってないのか、貴様は。お前は高子を通して安子を見ていたのか。そうだよ、俺は母さんが好